動画をご覧の皆さん、こんにちは。競馬ブック重賞トーク、今週はこちら競馬ブック三星局よりお送りいたします。出演者の紹介です。三星局では旧車取材を担当している松永敦史トラックマンです。松永です、よろしくお願いします。進行は私、研究ニュース編集部藤原由紀でお送りします。お願いいたします。そんな松永トラックマンと一緒にですね、展望していきますのは3月20日日曜日、中山競馬場で行われます皐月賞トライアルの第65回スプリングステークスグレード2です。3着までに優先出走権が与えられるというのは、まあ、弥生賞と同じなんですけれども、はい、メンバーはまあざっと見た感じ、さすがに弥生賞ほどの役者は揃ってないですかね。そうですね、まあ、弥生賞は特に上位3頭がかなり強いので、ハイレベルだったことは間違いないんですけど、はい、まあ、ここでどんな競馬をするかで、まあ、皐月賞の展望がちょっと見えてくるんじゃないかなと思います。はい、そんな松永トラックマンの方では予想を紹介していきたいと思います。はい、本命が1枠1番のマウントロブソン、対抗が8枠当番のロードクエスト、黒三角が8枠11つ番ドレッドノータス、以下マイネルハニー、アドマイヤモラール、ミッキーロケットと、印は、まあ、6頭、まあ、11頭立てですからね、6頭につけてもらいました。はい、本命は関東馬ですね、マウントロブソン。はい、はい、こちらいかがでしょうか。そうですね、うん、まあ、重賞はね、今回が初挑戦なんですが、はい、まあ、この馬のちょっと上昇度を、うん、まあ、買ってみたいなと、はい、思っています。はい、まあ、新馬とね、あの未勝利戦はね、2着2着だったんですが、まあ、負けてた相手がね、うん、その後の重賞ウィナーだったり重賞高走馬なので、まあ、対戦していた馬たちのレベルとしてはかなり高かったので、うん、はい、間違いないですね。はい、まあ、その後2連勝で、まあ、勢いもありますし、うん、まあ、あとやっぱりディープインパクト3区、うん、まあ、少なからずやっぱここはありますね。ははは、まあ、やっぱりあの、まあ、あのね、3区の成長力は、うん、まあ、かなりのものがありますし、まあ、実際今年3歳戦線がですね、うん、まあ、共同通信杯、如月賞、はい、弥生賞、はい、まあ、さらに言えばチューリップ賞も、はい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 、全部ディープインパクト3区が、ね、まあ、重要なステップレース全部勝ってるんですよね。なるほど、さすがになると思いますからね。うん、やっぱここに来てのやっぱ成長力はちょっとすごいものがありますね。唯一のディープ3区、はい、今回そうですね、スプリングステークス、そうですね、がマウントロブソンということで、そうですね、まあ、ちょっと上昇度はちょっと買ってみたいかなと思います。特に小倉でアスナロ賞を勝った後ですけれども、はい、連勝で、まあ、疲れもなく順調に来てそうですもんね。まあ、ローテーションも交換持てますよね。順調に使えてますし、うん、今回中4周ですから、まあ、理想的だと思います。はい、まあ、でちょっとお天気がね、あの気になるところではあるんですけれども、はい、19日土曜日の、未明から明け方にかけて少し中山競馬場は降って、まあ、あと、土曜日のその夜の初め頃に、これもでもね、本当にざっと降る感じではなく、小雨程度らしいので、日曜日の、このスプリングステークスには大きな影響はない程度ということで、その辺でまあディープ3区、気にしなくても、ね、そこまで悪い馬場にはならないという思われるので、気にしなくてもいいのかなと思いますが、本命のマウントロブソンでした。はい、はい、最高ですが、まあ、多分一番人気になるでしょう。そうですね、ロードクエスト、こちらどうでしょうか。はい、そうですね、まあね、連勝はね止まったんですが、はい、まあやっぱ新潟2歳ステークスのやっぱレースはですね、はい、まあ、かなり桁違いだと思うんです。度肝抜かれましたね。でホープフルステークスでね、はい、負けて、でその、うん、負けたね、ハートレーがですね、はい、その後共同通信杯でちょっとね、よもやの大敗を喫したので、うん、この馬の評価ちょっとみんなんどうなんだっていうね、うん、ちょっと少しね疑問が出てきたと思うんですが、ただやっぱこの世代のねトップの一角にある馬だと思いますし、はい、まあ、その後はね放牧田さんの厩舎調整ですか、うん、じっくり乗って、まあなんかこの馬の期待のね現れが見て取れますし、なるほど、まあ、あとは、まあ、本番向かうには、うん、やっぱここでやっぱ結果をね、うん、出さないといけないと思うんですよ。ここでね、まあ、惜しい競馬でじゃあ次っていうほどね、今年のボバのレベルは低くないと思うので、うん、やっぱ結果の問われるレースだと思いますね。はい、
っか池添ジョッキーですか。そうですね、天乗りですね。そうですね、うん、はい、まあ、あの本番も乗ってくれよっていうねことでの騎乗依頼だそうですけど、ね、なるほど、まあ、2週連続で美穂に駆けつけて、うん、またがって結構つけてますし、はい、まあ、多分モチベーションも相当高いと思うので、うん、結果の問われる一戦だと思います。中山の内回りコースもまあ2度目となればロープフルステークスを続いて、はい、それもアドバンテージだと思います。アドバンテージになると、はい、はい、そして黒三角、こちら関西馬ですね、はい、ドレッドノーダス。そうですね、はい、まあ、お母さんのディアデラノビアほどね、うん、あの瞬発力があるっていうタイプではないと思うんですけど、はいはい、まあ、前に行けるっていうね、あのセンスのある馬で、まあ、これもやっぱ中山はね良さそうですし、まあ、これも2戦2勝なんですよ、そこ見せてないんですよね、うん、はい、もしこれがね無敗で皐月賞行ったらどうなっちゃうんだっていうね今年のねメンバーね印が回らないんですけど、はい、まあ、だからあとはね、ここに入ってのその対戦相手とのね、力量比較がどうかなんですけど、まあそれでもやっぱり上位にね顔なすと思いますね。こちらやはり武豊ジョッキーがデビューから2戦続けて手綱を取っているという理もあるのかなと、はい、うん、癖を知っているというところが、ね、はい、ありそうです。まあ、あの先ほどの本命対抗馬よりも前で競馬ができる、そうですね、それもね強みが中山では強みだと思います。中山だとね全員強みになるということで黒三角、そして、4番手ようか、はい、前年の春に前走が中京で、うん、中京じゃない東京か、逃げ切って強かったですけれども、はいはいはい、だいぶバーバーが渋ったっていうこともね、はあはあはあ、この前で良かったと思うので、はあはあ、まあこの馬としてはね、あの当日もねちょっとバーバーが渋ったらね、うん、雨がね一雨あればっていうね、はい、タイプだと思うんですけど、まあね、あのやっぱトライアルならば、うん、まあ、上位食い込む余地もあるかなと、うん、まあちょっとね他のね馬たちがねだいぶレベルが上がるんで、はい、そのあたりがどうかですが、うん、まあ権利獲得争いの圏内ではあるかなと思います。うん、祭田ゴッホのワンツー、そうですね。サンクのワンツーもあるかもしれない。はい、やはり行くんですかね、今回は。前々だと思いますね。うん、まあちょっとねどれが逃げるかとちょっとね、ちょっと未知数なところありますけど、うん、かなり積極的な競馬するんじゃないですかね。うん、間違いないということですね。さあ4頭聞いてきました。まあ、以下、アドマイヤ、モラール、ミッキーロケットですが、馬券はこれはどういうふうに買いましょうか。そうですね、まあ、このだけのショート数なんで、うん、もう頭固定でいいと思います。マウントロブさん、はい、この馬の、ええ、頭固定でとは思ってますね。2着、3着、うん、まあ、馬単、半連単で2着、3着に印を置いてということですかね。はいはい、そうですね。これ結構、あれですね、マウントロブソン、まあ、2番人気なのかな、3番人気なのかな。その辺ですかね。はい、まあでもまあ、ロードクエストに多分人気が集中するので、勝てば後輩とは期待できる。はい、で、私藤原もちょっと、はい、予想をね、あの松永さん、まあ、印はついてるんですけど、アドマイヤモラール、はい、ちょっとこれに期待していました。はい、ちょっと血統からあの説明すると、これお母さんが桂ドライバーで、はい、お姉さんはあの FT マイヤー。うん、はい、桜花賞15番人気で2着激走して、はい、オークスは距離長いんじゃないのという評価だったんですけれども、はい、オークスでも2着に頑張ったって、まあ、これ意外性が、ね、ある血統で、はい、実際アドマイヤモラールもあの馬体なんかを見ると、はい、筋肉質で、まあ、ゆくゆくはマイル以下なのかなともちょっと思わせるような馬体ではあるんですけれども、まあ、その血の力、で意外性ある血なんも血統背景から、まあ、距離がなんとかまあ2000まで、まあ、なんか持ってくれないかなと思うのと、まあ、あとあの朝日杯がね、なんといっても厳しいペースだったと思うんですけれども、正攻法に近い形、2、3番手で進んでいって、まあ、確かに上位2とかなり強かったんですけれども、はい、3着の、シャドウをアプローチからはコンマ2秒差に粘ったところ、このしぶとさをね、評価して、まあ、マイネルハニーとかもまあ先行する馬いますから、それの後ろあたり、2、3番手、あたりで貯めていってなんとか粘り込んでくれないかと思って、これを、本命にしました。まあ、ロードクエストがよもや馬券圏外に敗れるということはないと勝手に、まあ、踏んで、はい、2等軸の3連服を、はい、まあ、買ってみたいです。人気どころで、まあ、ドレッドノータス、マウントロブソン、ミッキーロケットあたりですか、あとプランシャルマンぐらいまでかなにちょっと、あとマイネルハニーかまでちょっと2等軸で流してみたいなと思います。ぜひね、まあ、3連休でありますけれども、まあ、中山競馬場の現地の方にね日曜日行っていただいて、月曜日もこれ競馬ありますから、そうなんですよね、フラワーカップありますからね、はい、ぜひともね、まあ、あの天気も良さそうですんで、曇りぐらいかな、月曜日晴れるのかな、
なんとね、競馬場でぜひ熱いこのトライアルレースをね、観戦していただければと思います。といったわけでお送りしてきました競馬ブック重賞トーク、次回もどうぞお楽しみに。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。